よし。そういうことじゃなくて結局ベニーってこと。自分洗濯着てるんやけど。は？あ、来た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 。じゃあベニヤグバヤに。俺なんでこのガチャ、俺さ OB 第5弾さ多分100、120連ぐらいしたんよね。なんで120連ぐらいして川上哲治1体だけなん。じゃあベニヤグバヤにもらいます。俺センターさせるんでベニヤグバヤニに。で田村さん DH もったいないけん右の代打左の代打で。でも打順はもう圧倒的4番ベニヤグバヤニなんで、3番でもいいか。3番にしようかな。さあ俺が待ちに待ったこの日、侍ジャパンとかじゃなくても俺はベニヤグバヤニ、この日をた、この日のためにランキング化したんやけん俺。え、あ、そっか、大谷くん、大谷くん結婚おめでとう。はい、田村さんもそう言ってます。はい、ベニーこれチャンス持ちやんな、ベニーな。初打席、正真正銘の。ごめん、もう打ちたくてしょうがなかった。もう打ちたくてしょうがなくて振ってしまった。ごめんね、もう我慢できんかった。あと応援歌がさ焦らすベニーを。てかいつの間くんこれ。オッケー。いやこういうかっこいいよベニー、マジかっこいい。ベニーアグバヤニね。デンデレンデデンデレンデレン。もう一回回そうか、先行やし。さっきあれ振ったもんね俺。まあ2回表回ってくるか。オッケー、回す、絶対回す。ベニーで50発打つけん。ベニーで50発担当マッチ使えないんで、はいその後にライドラマッチを堪能するんで。正直ベニー使うのめっちゃ楽しみやったけど、今すげえライドラマッチ使いてライドラマッチすげえ楽しみなんやけど、超楽しみ。俺のプロスピ始めたての記憶が蘇ってくる。まあ一旦ちょっとね1週間かけて頑張って取ったベニーをね反応しよう。ではベニーに至ってはこれからずっとスタメンやけん、センター、センター田村クして、センター新加入ベニアグバヤニーで行くんで、まあね今日だけに限らんけんこの先もずっと使えるけんさ、まあとりあえず満足できるバッティングができれば。そう今回はねなんか特能で苦しむことないやろうけん、能力強いしね。いや田村さん一旦ベンチ、代打の切り札右の。なんでそんなにベニー好きなんですか。ベニー好きというかね、俺が見よった ロッテの時の3番4番5番がベニーやったんよ。でその時にね強いロッテの時に外国人がおったけん、それがベニーアグバヤニなんよ。それから好きになった。だけどロッテがデスパイネ取ったのって多分ベニーアグバヤニの後継者をあれやったんよね。ベニーは、あ、じゃあデスパはベニーの後継者やったんよ。やばい回らん福良持ったね、福良さんね。さすが強し、ロッテの血が流れとる。
これ回らんと意味ないけんね。大丈夫田村さん。いや今日だけキャッチャー里に帰るのありやけど、まあまあまあそれは福浦今江小坂ゲットしてからでいいかな。チャンスを作ってあげられん。今日流しで確定で持っていくとかない。惜しい。あ、気持ちよすぎる。気持ちよすぎる。脳汁めっちゃ出た。あーかん、脳汁めっちゃ出た。ベニーアグバヤニー、うわやればできんじゃん。ベニーチャンス持ちやけん、チャンスで回してあげたい。チャンス作れんかったら盗塁する。強しで、よし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 、最高。今後から俺のセンターはベニーやけ。いつの間にツーストライク追い込まれたんや俺。オーケー。いやベニーマジ打ちやすい。あと広角でアチストやったら最高やったけどね。まあでもベニーアチストじゃないけんな。うん、現役見よったばってん。まあそれはそれでいい。バルルーンルルンルルンルルン、落ちる。よし。よしよしよし。ああ、全体じゃないね、やっぱなかなかね。よし。よし。狙った、今のはもう。今のは狙ったぜ、俺。おい。今のはもう狙ったぞ、俺。パワー高いのいい。ペイペイなら入らん。いやまあしょうがない。来たチャンス。うわ全出し全出し全出し。うんうんうん。超える、絶対超える。よし。いやベニーは打てとる。ベニー以外が打てん俺今日。アイムさんやけん多分これ外角来るけん、外角マジであるよね。よっしゃそれあるよ、あるよそりゃ、それあるよ、あるに決まっとるやんそれベニーは終わってないよまだ。ベニーは終わってませんまだ。やっぱマリンよベニーは。そうなんよ、今の球場ゾゾマリンやったろ、こうベニーなんですよ。
いいコメント。鳥谷はラインドライブの方が多分強いよ。まあ、中弾道で広角出らんかったら普通の中弾道やけんね。やっぱベニーバイ。やっぱもうベニ、結局ベニ、結局ベニってこと。ラインドライブマッチとかさ、そういうことじゃなくて結局ベニってこと。